打尽にしてやるぞ。中へ通せ。
の砂漠キャッスルの王キングコブラ、お前たちは私を訪ねてきたと言ったが、巨大迷路を乗り越えてくるのは並々ならぬ覚悟があってのこと。遠慮するな、何なりと願いを言ってみろ。なんか王様、思ってたフレンズと違うわね。怖そうに見えるけど、ちゃんとお話聞いてくれるの。先にいいぞ。そうか、ありがとう。どちらからでもよい、早く私に命令を。あ、いや違う、話してみるがよい。私はキングチーターだ。王様の弟子にしてほしくて平原からやってきた。そう、私の弟子になりたいと。懐かしいな、アフリカニシキヘビ。そうですわね。いつか現れると思っていたよ。どういうことなの？私も昔キングチーターのように王様の弟子になりたいとここへやってきたのだよ。本当か？その時にたった一つだけ質問された。お前はどんな王様になりたいか。キングダム中の足自慢を集めてかけっこ大会がしたい。私がキングダムで一番だということを確かめたい。ずっとそう思っていたのだけど。みんなと一緒にいて少し考えが変わった。私の足の速さは誰かの役に立つんだろうか。今まで考えたこともなかったけど、さっきみんなが喜んでる顔を見て嬉しかった。今はまだどうすればよいかわからないけど、私の力で仲間を助ける、そんな王様になりたい。ふむ、それではこれから私と共に考えていこうか。え？何のために毒を持っているのか、この毒を民のためにどう使えばよいのか、私もずっと悩んでいる。王様でも悩みがあるの？それじゃあ私を弟子にしてくれるのか？命令せよ。命令？そのなんだ、どうにも私は命令に弱くてだな。王たるもの、民の願いを聞くものだからな。弟子にしなさいって命令されたら言うことを聞いちゃうのよね。おかしな性格だな。じゃあ、おい、私を弟子にしろ。はい、今からキングチーターは私の弟子。ああ、ものすごい決心で勇気を伝えたのに、ちょっと調子が狂うぞ。キングコブラ様はそういう方なので仕方ありませんわ。それよりもさっきから気になっていたのだが、そこのお前は人だな。お前なぜここにいるのだ？それがわからないからここまで来たのよ。王様は何か知ってるんじゃないかと思って。自分が誰でどこから来たかもわからないの。なぜ人がここに、このキングダムに。
何事だ。Yeah!
打ち破られるのも時間の問題か。お前、王座の椅子をどかしてみるんだ。王座の後ろの壁にピンチの時のための隠し部屋がある。ここは私たちに任せて。さあ、私も手伝うわよ。マメジカ、お前も行くんだ。階段を登ったところに船がある。使っていない船をしまっている倉庫なんだ。それに乗って
君たちは逃げるんだ。君たちはってまさか脱出させるつもりなのかしら。いいから急いでその扉を開けるんだ。泳ぎは得意なはずだな。エビたるもの、泳ぎをたしなむのは当たり前ですわ。泳げるといえば泳げるが、それほど得意ではないな。でも任せてくれ、やるときはやるよ。俺は2メートルの大ジャンプもできるし、急流泳ぎだってできるけど、王様、まさか。濁流に飲み込まれても私は最後まで戦う。蛇の王の誇りにかけて。王の誇り、さすが、かっこいいな。弟子の私も共に戦おう。もちろん私もその覚悟ですわよ。しょうがないな。俺はヘビかどうかわかんないけど、砂漠キャッスルのためにとことん付き合うか。お前、こっちに近づくな。来るぞ。
私たちのことは気にするな。私たちに構うな。お前たちは早く船を出してここから逃げるんだ。イルゴン、エンジンを認識しました。みんな早く船に乗って僕たちと一緒に脱出しようなの。おかしなことを言うな。マメジカはキャッスルと民を守るのが私の役目。王様が逃げ出すわけにはいかないだろう。私がついている。ちょっと、あなたさっき弟子になったばかりでしょ。偉そうね。でもやる気があるのはいいことだわ。私たちで王様と砂漠キャッスルを守り抜くわよ。心配しないで。王様、キングチーター、アフリカニシキヘビ。おいおい、巻き込まれちまっただけど俺もいるぞ。無視すんなよ。いつも私を無視してたお返しよ。油断するな。隙間からセルリアンが来たぞ。早速力を見せる時が来たようだな。任せてくれ。